どうも、後藤照樹です。今回は空飛ぶ車についての話をしたいと思います。まあ、空飛ぶ車実用化については、僕の新しいホームページ、後藤照樹オフィシャルサイトサーバーの方に、書いてあるんで、それを見てほしいんですけれども、まあ、国の方でもね、経済産業省と国交省がタッグを組んで、西暦2023年に実用化を目指すそうです。で今回ね、5都府県、東京、大阪、名古屋、東京、大阪、愛知は、独自でやるみたいですけれども、各自治体独自でやるみたいですけど、福島県と三重県はここタッグを組んで、福島県で技術研究とかそういうことをして、三重県の離島や、山間部とかで、ちょっと実証実験するみたいな形で福島県と三重県でタッグを組んで、で、まあ福島県のその、被災地復興事業も兼ねて、やるみたいですけれども、その際に、動く空飛ぶ車っていうのは、こう垂直でこう車という車、物体が動いて、それで移動するみたいな。こう自動運転で。それをもう西暦2023年、だから今から4年後に、実用化目指そうという、試みが今行われています。なのでね、僕もね、それを目指して頑張りたいと思っております。そして、日本からユニコーン企業がね、排出、してくれるといいなと思ってます。自動運転とかね、空飛ぶ車のね、ユニコーン企業、日本から出てほしいなと思ってます。まあ、ユニコーン企業っていうのは、まあ、昔で言うとツイッターとか、フェイスブック社とか、うん、今で言うと、Airbnb とか、Uber とか、SpaceX 社とか、Airbnb ってあの民泊とか、Uber タクシーのね。で、SpaceX 社は、宇宙開発とか。日本で言うと、もちろん外れちゃったかもしれないけど、メルカリとか、古着とか、自分の持ってるものを売るやつ、スマホとかで。これ使ったことないけど。そういうのユニコーン企業っていうのがガーってくるね、企業。日本でね、唯一一社だけメルカリって言われてたんだけど、ちょっと外れちゃったからどうなってるかわかんないけど、日本のユニコーン企業少ないと言われて、だからね、外国にすごい投資する人とかいて、日本は投資されないみたいな、そういうのあるんで、まあこういうね、日本のね、科学技術力を、使って、ユニコーン企業を輩出したいなと僕は思っております。ということで、後藤照樹様より愛を込めて、お前ら愛してるで、そして、ツイッターもやってるんで、フォローよろしくお願いいたします。失礼いたします。